連想せよ。テーマは成功。満足ない。ないか。僕はたくさんしたいですね。まあ、達成感というのがもし今回あるとすれば、まあ一般の人間はその達成感が今後の目標に到達する上での邪魔になると思うんですけれども、達成感って感じてしまうと前に進めないんですか？そこが僕にはそもそも疑問ですけど、達成感とか満足感というのは僕は味わえば味わうほど前に進めると思っているので、まあ、小さなことでもまあ、満足感、まあ、満足することっていうのはすごく大事なことだと思うんですよね。だから僕は今日のこの瞬間とても満足ですし、まあ、それを味わうとまた次へのやる気モチベーションというのが生まれてくると僕は、まあ、これまでの経験上信じているので、まあ、これからもそうでありたいと思っています。他の選手はどこかで満足している、一郎さんはない。この問いかけに対し、いえいえいえ、僕満足いっぱいしてますからね。今日だってものすごい満足してるし、いやそれを重ねないと僕はダメだと思うんですよね。満足したらそれで終わりだと言いますが、とても弱い人の発想ですよね。僕は満足を重ねないと次が生まれないと思っているので、ものすごいちっちゃいことでも満足するし、達成感も時には感じるし、でもそれを感じることによって次が生まれてくるんですよね。あの意図的にこんなことで満足しちゃいけない、まだまだだと言い聞かせている人はしんどいですよ。じゃ何を目標にしたらいいのですか。嬉しかったら喜べばいいんですよ。というのが僕の考え方ですけどね。